さん教育学部行ってみたいと思います。モデル済講師が分かりやすく説明しますからね。そして長文の全体像はこちら。段落は4つ、設問形式はこういう感じ、そして設問数も合計8問、これを言ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。サミさん、第一段落でございます。まずは空所 A ですね。それが問いの1番に当たります。まずはこちらの検討からお願いします。サミさん、まず空所の左側、ディスプレイルース、外へ示す、表現する、そういうルールが点々と、それが皆さんそれぞれの文化に対して何なのかと思って読んでいくと、次の文章中に、おお、言ってること同じだなというふうに皆さんは多分認識したはずだと思います。で、皆さん読んでみるとこれですよね。インディビジュアリスティック、まあ、インディビジュアルという話がありますので、個人の文化でしょうね。で、皆さんその文化が恥の表現ですね。それをディスカレッジ、まあ、直訳するとがっかりさせる。で、この段階では何のこっちゃいって感じになりますが、皆さんその後読んでみるとまたディスプレイルースという話がありますね。で、皆さんその後読んでいくとこれですね、なんじゃこりゃってなりますが、コレクトという表現ございますので、で、なおかつ皆さんこのホワイルですよね、一方でということですから、前後は反対ですから、こちらが個人であればこっちは集団だろうと、ですから集団に関する文化ですね。で、その文化は恥を表現することを allow、 許している、もしくは encourage、 奨励しているんですね。ということは皆さん、こっちは恥を表現することを奨励しているということは、この個人の文化の方は恥を表すこと、それはちょっとやめといてがいいんじゃない、あまりお勧めできませんと言ってるんでしょうね。で、そこまで読んで選択肢を眺めていただきますと、まずは A、 予測できない。皆さん予測するとかしないとかっていう話はないですね。で、選択肢の B、 同じ、皆さんホワイルがあるわけですから、前後は反対、対になってますよね。で、 C をすっ飛ばして D、 矛盾している。皆さん矛盾はしていないですよね。個人の文化では恥を表現することはやめといた方がいいですよ、一方で集団の文化ではいやいやいや奨励しましょうよと。ですから、それぞれの文化にはそれぞれの流儀、考え方があると言ってるだけですからね。ですから矛盾を起こしているわけではないですから、 D もダメで、選択肢の C、 particular であれば独特の、ですから個人の文化では恥を表現することはやめた方がいいですよ、そういう独自の独特の考え方、そして一方集団の文化では奨励していると、これも皆さん集団の文化ならではの流儀、独特の考えを持っているわけですから、選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて問いの7番でございます。これ皆さん説明の指示を読んでいただけますと、第1段落の内容、それと合致するものを選ぶという問題でございますので、このタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。では検討をお願いします。で、皆さん、まず選択肢の A をすっ飛ばして B、これ感情の表現は普遍的だと書いてますね。田辺さん、先ほど読んでいただいて分かる通り、個人の文化では恥を表すことはやめといた方がいいですよ、一方集団の文化では奨励すると、普遍的ではないですよね。そして選択肢の C、 恥の表現という話はあるんですが、それが個人の文化のマーカー、印と言えるかどうかということですが、あくまでも筆者は恥という表現に関しての一例を示している、そういうふうに考えることもできますし、皆さん表現は恥だけではないですからね。ですからマーカーとは言えなさそうです。で、選択肢の D、これ皆さん集団の文化と書いておりますが、それがディスカレッジ、やめといた方がいいですよと書いておりますが、本文このあたりですよね、奨励されている方でございます。となってくると、皆さん選択肢の A が良さげですよね。 Cultures play a role in 点々点、文化は点々点という点において役割を果たしている。で、それは個人が感情を表す方法ですね、それを形成するという点において役割を果たしている。そうですよね、個人の文化では恥を表現することはやめといた方がいいですよ、一方集団の文化は奨励しているわけですから、形成の上で役割を果たしていると考えられますよね。ですから選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。では続いて第2段落でございます。一読をしていただいた後、この問いの2番ですよね、検討をお願いします。さあ、皆さん、下線部1番 norms ということですから、これは基準ですよね。
で選択肢眺めていただきますと基準に一番近いもの見つかってるかと思います。もちろん選択肢の A は unusual 異常な、異常は基準にはならないですね。そして選択肢の B も unique 独自のって書いてますね。まあ一人だけとんがってる様子でございますのでそれも基準にはならないですね。そして選択肢の C の particular、 これも特定のということですから基準ではないですね。ですから基準と言われたら選択肢の D ですよね。スタンダードウェイ、標準的な方法、これがまさに基準でございますので D が正解ということでよろしいかと思います。さあ続いてこちら問いの3番の検討をお願いします。この下線部2番の typically も典型的にですよね。で典型と言われたら例えば選択肢の A、 これだと絶対的にですよね。で選択肢の B は具体的に言うと、で選択肢の C は特に、もちろんどれも典型ではないですよね。ですが選択肢の D、 generally 一般的に、そうです、一般ということは典型と言い換え可能ですよね。ですからこれは単なる単語の問題ということで D が正解でよろしいかと思います。さてこの3番に関してこちらでございます。問い4番の検討をお願いします。すみません、この真ん中にある inhibit という単語であれば皆さんご存知ではないでしょうか。そうです、抑制するですよね。でその抑制に近いものと言われたら皆さん見つかってるかと思います。もちろん正解は A ですよね。で選択肢の B は誠実な、 C はリラックスしている、 D は真剣な。ですから抑制に近いものと言われたらやっぱり A が正解です。で皆さん続いて問い8番でございます。こちら第2段落の内容一致問題でございますので、このタイミングで検討をお願いします。先生、まず選択肢の A ですが、日本人女性の方が頻繁に泣きますと。まあ、それは書いていないですね。で、選択肢の B は、アメリカ人女性の方がネガティブな感情を表現する。しかもそれが間接的にと書いてますね。で、ネガティブな感情を間接的に表すのは、皆さんこっちの日本人の方ですよね。このあたりでしょうか。Negative facial expressions with smiles and laughter。そうです。笑顔でちょっとごまかすんでしょうね。ですから、それは皆さん日本人の方でございますので、選択肢の B はダメそうですね。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D。日本人女性の方が他人の前で笑顔になる。そういうことが期待されております。皆さん、該当箇所こちらですよね。Japanese women will often hide a wide smile behind their hands. そうです。笑顔になるんですが、やっぱ隠しちゃうんですよね。皆さん、whereas、一方では西洋の方の方が、このあたりですね。to smile broadly and often。思い切って笑顔を表現してますよね。ですから選択肢の D もダメそうですね。で、選択肢の C ですが、Japanese people tend to display fewer face expressions。日本人の方は表情ですね。それを fewer と書いておりますから、あんまりまあ出さないでしょうね。で、皆さんそれがどこに書いてますかっていうと、まずこのあたりですね。Japanese norms lead people。で、皆さん文末に近いところでこれですよね。to display fewer facial expressions。そうです。あんまり表そうとはしないんですね。ですから本文と合致しますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて第3段落でございます。一読していただいた後、こちら問いの5番ですね。検討をお願いします。皆さん、もちろん invasive と言われたら侵入する。侵略的なということですね。で、皆さん、それで選択肢の A はどうかということですが、insult、侮辱するですよね。で、選択肢の B、tending to enter others' personal space、他者の個人的なスペース、そこに入る。まさに侵入すると言ってること同じですよね。で、選択肢の C の tending to discourage、がっかりさせるとかやめさせる。で、選択肢の D、tending to show hostility、敵意。となってくるとやっぱり侵入するとか侵略。それとつながるものは B ですよね。ですからこれも単語の問題ということで B が正解でよろしいかと思います。それでは最終段落でございます。こちら空所 B ですね。問いの6番でございますので、検討をお願いします。おそらく空所の左側 stands とこちらの stand。
多分対応してるなというふうに考えていただいた方多いかと思います。でどういう状況で立っているのか読んでみると Right next to each other 互いが隣り合うような状態で立ってるんですね。で頭さん、このセミコロンをうまいこと使えば答えが決まりますよね。皆さん、セミコロンの意味、一方でという意味、大丈夫でしょうか？そうです。前後は反対ですよね。ですから、こっちが隣り合うような状態で立てる。まさに近接した状態ですね。で、その一方で、うにゃうにゃと言ってるわけですから、もちろん正解は一発で D ですよね。apart、離れて。そうです。近接している状況と反対になるのは離れた状態ですよね。ですからこのセミコロンをうまいこと活用したら正解は D ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。教育学部の講評いってみたいと思います。皆さん、早稲田の全体的な勉強法、これに関する動画はすでに存在しておりますので、そちらの動画のリンク先は概要欄に貼っ付けておきます。ですのでまだご覧になってない方は、この後ご視聴いただいてもよろしいかと思います。さあ、教育学部の設問形式。括弧1番内容1。括弧2番空小授。括弧3番下線部説明。これは整形と小学部。ここの括弧問も使ってほしいですね。いい練習の場になります。そして括弧4番会話。こちらは小学部。そして括弧5番並び替え。こちらは政治経済。いや、とにかく整形と小学部、これとの相性がいいですからね。田辺さん、具体的な方法論、それ皆さん、このやだっちとスタディ、早稲田の対策動画、もちろんそれ以外にも慶応とか上智、あるいは G マーチ、その対策動画でこの辺りの説明形式は全て扱っておりますので、いきなり早稲田は難しいという方は G マーチレベル、そこから練習してもよろしいかと思います。ぜひ使ってくださいね。ということで早稲田に向かって頑張りましょう。